きなマイクでお騒がせをしております。ただいまご紹介いただきました衆議院議員の杉田水脈と申します。皆さん、今週の日曜日はひな祭りの日が、新党の女性局は全局一斉のハッピーオレンジ運動キャラバンということで、全国各地の県でこの街頭の女性局を行いました。この3月3日ひな祭りの前日は何の日だったか覚えていらっしゃいますでしょうか。実は目黒区で虐待により命を奪われてしまった美和ちゃんの一周忌だったんです。お父さんごめんなさい、もうしません、だから許してくださいとノートに幼い文字が綴られていました。あのニュースを見たときに胸が締め付けられるような思いになって、もう二度とこんな事件は起こしてはいけないと、多分ニュースを見た誰もが思われたことかと思いますが、今年に入ってまた幼い命が虐待によって奪われてしまいました。千葉県で起きた美和ちゃん10歳、10歳の子供の命を奪い暴力です。どれだけ陰惨だったか、どれだけ証拠がしていたか、そのことを思うと本当に私も子供を持つ母親として胸が張り裂けそうな思いになります。なぜこのことが何度も何度も繰り返されてしまうのでしょうか。私自身も国会議員になる前は市役所の職員をしておりました。そこでお支援の部署なんかにもおりましたけれども、今本当にこの問題が多いんです。もう行政とかだけには任せておれないというぐらい多いんです。だから皆さんの力が必要なんです。女性局はいち早くというこの番号の普及の活動を皆さんに一生懸命訴えております。もしも皆さんの周りでいつも泣いている子供がいるなと、大きな声がするなというようなことがありましたら、ぜひ189、この4月から無料化されることになりました189の方に連絡をいただきたいです。皆さんが子供たちを一人一人救うことができるんです。救うことができるのは皆さんしかいないんです。大人の私たちしかいないんです。また一言に児童虐待といっても、こういった暴力を振るわれている場合、そして一番多いのが実はネグレクト、育児放棄ということになります。これは本当に多いです。でもネグレクト、お母さんやお父さんから育児放棄される、ご飯がもらえない、そういうふうな子どもたちが本当に増えていて、これも場合によっては子どもたちの命を奪うんです。だからどこかこういうところにも地域の大人の皆さんが目を光らせていただいて、うん、あの子ちょっといつも同じような汚れた服を着ているなとか、お風呂に入れたなとか、同じくらいの子どもと比べたら小柄で栄養が足りてないんじゃないかなとか、そういう子がもし皆さんの周りにいますから、同じように189の方に連絡をいただきたいんです。そういう子どもたちです。今この瞬間にも私たち大人の助けを待っている子どもたちが日本中にたくさんいるんです。どうか一人でも多くの命を救いたい。大人はみんな同じ気持ちじゃないでしょうか。今日はぜひ皆さんにご協力いただきたいということで、ピンクのジャンパーを着た自民党女性局のスタッフが皆さんに調査紙を配らせていただいております。この中には今牧島先生が持っておりますこのステッカーが入っておりますので、どうか皆さんの電話の前のよく見えるところにこのステッカーを貼っていただいて、何か子どもたちの異変に気づいたら189通報をしていただきたいなというふうに思います。今本当に残念なことに児童虐待がとても多いんです。子供が殺されて初めてニュースになる。でもこれはほんの氷山の一角なんです。今もこの瞬間もまだ私たちの助けを待っている子供たちがたくさんいます。子供の命を守るのは大人の責任です。どうか皆さんの手で日本の宝、子供たちを守ってまいりましょう。そのことをお伝えをさせていただきまして、私衆議院議員杉田水脈からの挨拶とさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。衆議院議員杉田水脈女性です。